今、白駒池に向かって、長野県のメルヘン街道を走っています。メルヘン街道停。今日は白駒池入り口から、高見石、中山、入を経て、白駒池に降りてくる周回コースを歩きます。白駒池は人気の観光地なので、早めに駐車場に行きましょう。駐車場、空いててよかったー。駐車場から道路を渡ると、すぐに入り口があります。いい雰囲気ですね。八ヶ岳らしい、苔に覆われた森です。高見石小屋に向かいましょう。しばらく樹林帯を歩きます。木漏れ日が綺麗ですね。今の声は何の鳥だろう。小屋が見えてきました。ここが小屋の入り口ですね。売店はこちらのようです。山小屋のグッズはおしゃれなものが多くて、つい散財しがちですよね。名物の揚げパンはここで注文できます。小屋の中で揚げパンをいただくことにしました。ランプに薪ストーブ、レトロな感じがいいですね。2階を歩く人の足音が響きすぎて、ちょっと心配になります。揚げパンは温かくて美味しい。そして、八ヶ岳といえば苔桃ですよね。これはおすすめ。小屋の脇から高見石に登ってみましょう。緑と青い空が綺麗。手前に見えるのが高見石小屋です。そしてあれが白駒池です。中山展望台まではだらだら登りと書いてありますね。では、だらだら登りに向かいましょう。中山までは60分です。傾斜は緩やかですが、大きな石焼きが積み重なった登山道は、歩くのに苦労します。この謎の声はまだ聞こえます。この石のくぼみに溜まった水で水浴びしていました。聞く頂きに会えるなんて感激だなぁ。しかも水浴びシーンが見られるなんて。だらだら登りは終わりそうです。枯れ木の間から向こうの山が見えますね。この時期は虫が多いです。さっきから2回アブ的な虫に噛まれています。虫よけ対策すればよかった。一気に開けた。ここで昼ご飯にしよう。いい眺め。雲が多いけれど、それがアクセントになって、表情が変わるところがいいですね。では中山山頂に向かいましょう。中山山頂脇に囲まれて何も見えません。実は山頂に気づかず、一度通り過ぎてしまいました。中山山頂を過ぎると、今まで見えなかった景色が見えます。知らない方は、ニューって何？って思いますよね。ニューは山の名前です。あの謎の鳥の声だ。見つけた。これもルリビタキの声かな？この声は冬の関東で聞いたことがあります。この分岐は見落としやすいです。ひとしきり降りてきました。ニューまでは緩やかなアップダウンが続きます。しかし、石焼の根っこが多くて歩きにくい。だんだん疲れてきましたー。あ、ニューが見えてきた。こうやって見るとかっこいいなー。もう少しだ。最後の最後も岩が積み重なっています。三角点だ。では、ニューから白駒池に向かいます。下山も岩焼きが多く注意が必要です。ニューに行ったのは2度目ですが、高低差以上に疲れますね。下っていくと、ぬかるみが多くなるんですよね。これには苦労します。やったー、白駒池が見えてきた。池の周りは木道だから楽ちんです。今日のルートは八ヶ岳の中では地味ですが、苔と原生林、3カ所の展望、揚げパン、など、楽しめるポイントがいくつもありました。初心者の方は、高見石小屋に、揚げパンを食べに行くだけでもいいと思いますよ。では、お疲れ様でした。